瀬戸のミネとユウとダイとユウとジョーキでキャラ入れ替えドライブ、イエーイ。はい、ということでキャラ入れ替えドライブということでね、はいはい、まあ、俺たちいろいろなドライブ企画やってきたわけじゃないですか。はい、はい、まあ、そもそもさ、まあ、俺たちといえばさ、まあ、顔で言ってるわけじゃないですか。顔で言ってるわけじゃないですか。顔がいいっていうのは、はい、服が良くないとこれダメだからね。かっこよくなんないから、はい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 、キャラ入れ替えドライブっていうのは、うん、服ごとチェンジするから今回は。もう今回誰がこう入れ替えるかっていうのは決まってるんだけど、ここの中の誰かしらのこの服を着なくちゃいけないわけだからね。最悪マジで。これもしお前でも着れるか、これ着れる全然。そんな時マジ俺イカつくガチ。じゃあちょっと一回着る、これ一回着てみ。来たらマジキャラ変質を、これマジで、はい、いきなり沖縄感増したわこれ似合わないし、ボコボコ出してるしかもまあだからこういう感じで服を実際にチェンジしながら、今回は服装だけじゃなくてね、実際その人のキャラいろいろあるじゃん、はいはいはい、大輝だったらツッコミ担当とかさ、あ臭い担当とかね大輝キャラ絶対嫌だマジで。よっしゃいじったろゆうやだったらなんか一人で滑る担当とかさ、あとかあのいちいち雑学入れてきたりね、そうね、うんちく入れたりとかいろいろあるわけじゃん。うん、そういうのとかは、ゆうやになった瞬間はもう、うん、ちゃんとこれ演じないといけないからね。やだ。で、ふみやになったらどうなんですか。俺になったらひたすらもう口悪くなってガン詰めするっていう。え、それいつもやられてる側や、ゆうやに。俺のキャラになった人マジ謝んなきゃいけないのか。何？めちゃくちゃ汗かいてる。だから、ね、めちゃくちゃ汗かいてる。ちょっと。失礼します今回ね、誰が服をチェンジして誰がこのキャラをやるかっていうのはもうね決まってます。誰が決めたんですか。今回ね俺が決めちゃってる。うわーそれひでえわ。え、もう絶対自分安定やん。だから絶対俺のキャラやん自分がいいキャラだマジで今回決まってるのでこれから発表したいと思います、はい、じゃあこっちからこういこうか、はい、今回大輝が変わる人はふみや。だめだめ。いやこれね俺マジいじめるあむしろ今むしろ今までやられた分、うん、もうビシバシいくわねいやその、そのポンコツキャラマジで出さないね、俺のキャラになるからにはダメだよ。いいねいいね。ブランディング下げないで、ブランディング下げないでマジでやめて。わかりました、頑張ります。お願いします。で次ゆうた。はい。おゆうたがなる人はえマジ大輝は取られたくない。ガチ俺も大輝やだ。どっちやなんだ俺もじゃないしやなんだ今回ゆうたがなるキャラの人は大輝です。おいざけんなよ。もうあんま変わらんよ変わるでしょそれも失礼だぞちょっと一回いいっすか。最近ちょっとほらユータ臭くなってきたほらいやユータ最近なんかちょっと臭いみたいな言われ始めてるからね、うん、足がねそういう面ではなんかもう似たりおったりな部類っちゃ部類なのかなユータやめて俺のブランディングもう崩れるということで今回はユータはまあ大輝ということで、まあ、もうひたすらもうポンコツ具合をもう見せちゃったはい、はい、下げんなよ俺逆じゃん上げたるわ次俺が今回なるキャラの人はユータです。できる？できる？できんの？余裕よ。優しさの代表。でもひたすら優しくすればいい。もう反対や。え、じゃあじゃあ画面に向かって優しさなんか言って。できないわ。できないじゃん。できないじゃん。じゃあ次勇気。まあもうこの二人はもう。いや、俺は俺の可能性もあるからゆうやだけは本当に嫌だおいそれはなんか嫌だ今回、ゆうきがなる人はゆうやです。だからもう嫌だってねえ、ゆうきゆうやなんだ。いやもう嫌だってだからもう必然的にゆうやはゆうきをやるっていうことになりますね。ゆうやもゆうきやんだ。いやもう何やっても許されるんですよ、これいいね。何俺がいつも何やっても許されてる。そうですよ、許されますよ皆さん。いやいやこれって、うん、キャラ変わったら財布の中身もちょっとバカか。クレ
ないでしょ。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 ないでしわかった。やられたらやり返していいですか。ダメだよ。今回キャラがあるんだからダメだよ。全うしないと。はい、ということでもう役割はもう決まったんで、はい、もう早速じゃあ着替えていきましょうか。はい。ってことで着替えていきます。出た。はい。着替えてまいりました。どうですか。人形ね。結構みんな割と似合ってるわみんな。ここだけちょっと気に食わないけどね。やめろ。これ俺になってんだ。これは俺になってる。おい、頼むぞ。ごめん。お前が基本喋んないといけないからね。一番ちゃんと似合ってるの誰？みんな的に。せーので指さす。そうそう、せーので。せーの。俺か。全員違う？ね。いや違う。ここだけじゃね。俺は大輝。なんで俺に似合ってる？シンプルだから。まあそうだね。癖もないからね。言うよ。なんで言う？いや、単純に自分の服着てる。一番これがかっこいいな。ナルシストがただの、おい、ナルシストがこれ、おい。いやいや、やんないやんないやんないから、はいはい、そうだね。やばい、ちょっとなんか言えよ。お前もちょっとなんか言えよ、ほんとに。言ってやれ、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 マジで。これ何の時間？やばい、待って、それすごい。これやばいわ。無双入る。めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。いや、ちゃんとなりきんないとダメだから。もうお前はユウヤだから。ユウヤとそんなこと言わないですよ。お前がさ、フミヤ出んな、一回じゃん。一回下がる。お前がさ、フミヤ一回下がる。一回フミヤ下がる。なんで俺出てることなってるよ、お前。お前は、旅館じゃん、次に。ユウタっぽくないわ、なんかまだ。ユウタ感もっと出して。慣れてない。ユウタ感出して。むちゃくちゃだね、水分。あ、俺そういうむちゃくちゃなこと言ってんの。そうだじゃん。いらないよ。いや、その、いらないの。逆にいらないから。ちょ、早く早く。おーゆうやだ。じゃあゆうや最後なんかもうなんかいいよ。大輝に対してこれフミヤだもんね。じゃあゆうやちょっとなんかいけいけいけ早くやれよ早く。Quand t'es venu dans la rue。ビッチ大好き。じゃあ大輝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 それは落ちてるよ。これははい、ともみさんこんにちは。 LINE のことリネっていうやつ臭い。言ったことねえわ。言ったことねえし、小笑いやしな。俺が滑ってるみたいになるから。どいつもの。言わないから。俺言わないから。俺言わないから。なんかボソッと言うじゃん。なんか置いてくやん。なんか一人だけキャラちゃんと忠実だね。頑張る。行きますか。じゃあもうみんな、はい、乗っていこうか。じゃあ、はい、取れてでしょ、取れたでしょ。乗っていこう乗っていこう。これ大輝やる。いいねー、いいよ。よし、やるぞ。 Quand t'es venu dans la rue。 Why？ それ前回の俺やん。アウアウアウ。お前さあ、そっちかい。お前さあ。え、マジごめん、金貸して。はい、早速乗ってまいりました。これ進めんの。え、難しい。難しいなこれ。うまっ。一人だけもう慣れてる。もう慣れてる。カスカスやったけどね。うわい。B
見たことねえよ。それこないだやったやつやん。で大地さ なんかドライブで一個なんかこれあります、これあります。お気になる気になる。これなんか恵比寿にしゃぶしゃぶを食べに行ったんですけど、しゃぶしゃぶってあの肉しゃぶしゃぶするやつでしょ。それ当たり前よ。当たり前のこと言うなよお前さ。当たり前なこと言うんじゃねえよ。でえいやあれでしょ、大輝それで女の子のパンツしゃぶしゃぶしたって話でしょ。全然違うです。俺さ、つまんなくて。マジでやめ。いや、ごめん。マジでやめ。で、恵比寿にしゃぶしゃぶ食べに行ったんですけど、まあ、恵比寿にわざわざしゃぶしゃぶ食べに行くのも意味わかんないと思うんですけど、パーキングに停めてたんですよ。車で行ったんで。で、まあ食べて戻るじゃないですか。したら、出ようと思ったら、なんと8000円でした。たった1時間で。バカすぎん？やばくね？バカすぎん？え、バカって言う。え、すごくないこれ？お前さ、おちちゃんと作れよ。お前さ、話ちゃんとさ、作ってから言って。ごめんなさい。見切り発車よくないわ。ごめんなさい。え、ゆうやなんかないの？え？ちょっと考えましょう。いいやん、あるやつ言えば。すごいよ、マジで。違う違う。あ、めっちゃいいの1個あった。なになに、ちょうだい。ちょうだい、なに。もう一人から回り。もう一人いたわ。なになに。ランディングすぎるやつ。これ、うん、まあ元彼なんだけど、はい、別れて、うん、あの、もともと俺セブンでバイトしたんだけど、うん、俺早い時間入ってて、はい、で早い時間の同じ時間帯の違う女の子3人食いました。マジでマジで3人食いました。お前めっちゃやりっやん。いや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 、やらんからゲームやろ。ゲームで、いいね、いいね。俺らほら前ドライブ企画でさ、うん、匿名の質問やったじゃん。ボツになっちゃったけど。やったね。今回やろうと思って。あ、そうなんですよ。匿名ドライブこれあげる予定だった。危ない危ない危ない。びっくりした。びっくりした。え、待って、うるさい、マジで。 JK いるよ。大輝見たの、こっち来い。こっちよ。どれ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 。見て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 。え、マジや。いやいやいや、反応すんな。いやいや、マジ反応すんな。うわぁ、俺髪型キモい。最悪や。匿名質問コーナー撮ってたんだけど、はい、ボツになってしまいまして、なので今やりたいと思います。よっしゃー。よっしゃー。このままじゃなっちゃ開かないじゃん。俺が決めた。もうオチも考えた俺が。天才だ。さすが勇気かもしれない。さすが勇気。考えたのは、もう俺らそのキャラ入れ替えやってるわけじゃん。誰が一番似てなかったのって、まあ、みんなも思ってると思う。 あいつ似てねえなとか、うん、だからもう似てなかったやつは飛び込んでもらう。おー、 OK。 やばいね。俺もいいじゃんじゃん。え、俺普通にやりたくないっす。え、他のこと俺考えるから。まだ言うやったら決まってないよね。まだ俺他のこと考えるから。まだ言うやったら決まってないから。決まってないんで別に。いいじゃん、決まってないんで。笑わせないで。マジ決まってないんで今。もう俺が他のこと考えればいいんじゃないの。言ってみなんか考えたら。え、じゃあちょっと時間ちょうだい。じゃあ私から。おー、いっちゃいっちゃ。じゃあ今までに社長とおせっせをしたことがある。うわー、おー、いいよいいよいいよ。いいよ、いや、いいよ。いきます。大輝はさ、誰かの LINE でさ、処女狩りの D って名前あったじゃん。フミヤじゃないそれ。フミヤ、俺だ。なんで処女狩りの D って名前にしたの。なんか D って D の意思を継ぐもの的なノリで。あ、大輝のワンピースの。そう、大輝の D。 ひけん、ブーン。はい、こっち。なんか俺知らないわ。知らないわ。いっちゃう。デデ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 デあるんだ。あります。いや、いいこと考えた。いいこと考えた。いいこと考えた。じゃあルーレットで決めよう。投票はやめん。いや、投票だよ。
もう絶対俺じゃん。だってシンプルに本当に似てなかった人選ぼう。オッケーオッケー、やった。じゃあいくよ、はい、せーの。いやマジユキ今日頑張ってたよ。いや頑張ってたよ。うん、いいわ、頑張りしてたよ。うん、見てきます。どこに、どこ行くの。汚すなよ、汚すなよ。ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね。じゃあ大丈夫、戻ってくる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 。どうせ戻ってくるやつね。戻ってくる、カメラに映ってるし。もう大丈夫。待って。何してん。やめろ。ごめん。うわ。やばい。ハキすごい、ハキすごい。ちょっと待って待って。やばい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 。お前今日頑張った。頑張った。ごめんな俺のこと。マジごめんな。頑張った。マジで。急ぐな。ゆうきや。頑張った。ごめんな。いやいかつ、いかつ。いやいや、俺になりきれなかったから一言最後。いいやてめえ、マジ覚えとけよ。